はい、こんばんは、山城と申します。間違えた、間違えた。山城ね。はい、でございますよ。ということでね、そこかなってあれなんですけどね。さあ、まあ、今日ね、今日も京都で、解決山ペリアやってきますよ。まあね、リマスタリングがね、終わったかの間ね、新規収録ね、行こうと思ったんですけど、その収録する前に、ある程度本数取っとかないと、またこれも打ってね、余談になりましたけど、要は、収録をして、ある程度作っておかないと、その収録に行った日っていうのは、これ、また、編集が、ね、間に合わなくなっちゃいますから、ってことは、取りだめをしとかないといけないわけでございますね。平日ね、平日収録しながら、編集しながらね、こうできたらいいんですけど、ね、最近ね、ほんと疲れが、なんかね、あれでね、夜の8時にはね、寝落ちしちゃうんですよね。で、10時間ぐらいね、寝るっていうね、日がね、続いてますんでね、なんでしょうね、もう、ばっくし寝てしまいますんでね、たまに夜中に目パッと目が一回覚めますけどね、なんてことはね、本当の余談ですね、余談は他でやるように作ってたはずなのに、結局そうやる時間がねえからって言って、こんなところでね、こんな余談ね、余談話はしてますけど、まあまあ、ね、このね、内容自体がね、余談話みたいなもんですからね、まあまあ、いや、ね、まあ、私のね、知識はね、もうね、まあ、包み隠さずにね、大ピラにしてるね、企画でございますからね。さあ、今日もね、どんどんね、企画を出していこうと思いますよ。いい加減このベネリウム気になりますけどね、さっきからずっとね、出てきますよ。この1枚も気になりますよ。これ、一橋大学なんだ。金松講堂なんだ。綺麗、レンガ作りなの。ロマネスク様式、すごいですね。っていうことも置いといて、余談がつきますよ。今回の会は、まあ、全て余談だろって言ったら余談な気もしますけど、おもかせ表示をね、見ていこうと思います。今日は何が来るかな。ところね、なんかね、会社名、人物の、団体名って来てますからね。なんかね、もうちょっと一般名詞的なやつ、固有名詞というより一般名詞的なやつもね、来てもらえると助かるんだけど、さあどうでしょう、今日のお任せ表示、ポン。今日は何かな、人物ですね。これはまた、古い、方ですね、イリナ・デミックさん。これはフランスの、女優さんですね。ドポライダー1936年ということで、だいぶ昔の方、2004年に亡くなられている方ですね。67歳と、まあまあ、ヨーロッパだとね、そういうこともね、まあ、当時だったら珍しくはないか、どうだろうな。ということで、両親はフランスに移住したロシア人。あ、ロシアなんですね。あ、なるほど。同時に名前がね、ちょっとあれですよね。フランスっぽい、フランスの読みの感じでは確かにちょっと違いますもんね。ってことで、当初はパリでクリスチャン・ディオールの店のモデル、もうこっからすごいな。ディオール店のモデルですよ。そっからスタートですからね。1962年に、ノルマンディ撮影中の、映画、史上最大の作戦のロケに雑誌社の依頼で取材に行ったところ、制作者の、ダリル・F・ザナックに、見出され、同作品にてレジスタンスの投資役で、幸運なデビューを果たす。あ、もともと取材で行ったら、もう君出ちゃいないよ、言うっていうやつですね。言うとは言わないか。フランス語ですからね、ジュティームとかで言ったんですかね。まあ、フランス人はジュティーム使いますからね。私の知ってるね、フランス語、すみません、ボンジュールとジュティームと、あとシラビューぐらいしかね、わかりませんから、シラビューはね、よく使いますよね。それが人生だ、みたいな意味でね、この前、ピエール・ガスリー選手もね、記事のところにね、使ってましたね、シラビューに当たるね、まあ、This is life みたいな感じね、英語で言うなら。まあ、なんかね、ちょっと辛いことがあったときにね、そういうのが人生ってもんだよっていうね、語りでね、使うというフランス語の有名な、文言でございますけど、はい、というようなところは置いといて、ここね、もうフランス語の知識すべて出し切った気がするけど大丈夫。我が家にはね、フランス語辞典がありますからね、いざとなったらそれ引いてそれっぽく語っとけばいいんです。はい、今回はこの記事でございますかね。まあでも本当写真見てもね、麗しい方です。ね、さすがだなっていうね、感じあるないですからね。まあ、当時のさ、1962年ってことは28歳くらいか。ね、ということで、まあ、その場で取材に行ったら、見出されて、
増殖でデビュー、もうあれですよね、あのリアさんみたいな感じですよね。オタク業界でいうところは、あのエアの曲をね歌ったことが有名なリアさんという方がいます。あのダーマイさんがね、あーダーマイさんは実は最初は直接会ってないらしいですけどね、あの方ももともと実は通訳だったんですよね。そうリアさんで通訳で、で、キーの、ピザジャーズの、ちょっとアイブの人がね、高瀬さんとかがね、アメリカで、その収録をするぞってなって、ね、ボーカル収録をアメリカでやりますってなってね、その時にあと問い合わせしたところで通訳をしてくれたのがリアさんで、で、そこからアメリカに行くことになったんですけど、確か、ボーカル収録をしに行った、ボーカル収録をしに行ったのに、ボーカル不在のまま収録に行ってしまって、そこの時点どうやって話なんですけど、さてどうしようかってなって、あ、そういえばここに通訳さんがいる。ちょっと君歌っちゃいないよ言うて歌わせたら、あのなんと鳥の歌が出来上がったというね、すごい、あれがありますけどね、ちなみにその頃、ダーマ、当のダーマイさんはあれらしいですけどね、あの居残り組、ちょっと体壊してたのかなっていうかね、あれでちょっと、アメリカに行けなかったんで居残りしとって、ところで、あの歌姫むなしに歌の収録に行ってどうするんやろうと思っとったら、なぜか最近ドヤ柄でね、みんなが帰ってきてね、なんじゃと思って聞いたらめっちゃいい曲が出来上がっとるっていうね、いうことだったらしいですけどね。そうそうそう、まあね、ちなみにダーマイさんはその後ね、リアさんの後にね、の作品もね、大体ね、このね、リアさんつながりな名前なんですよね。クラナド、その後クラナド、エアーの次が、カノン、エア、クラナドやね。クラナドが、リアさんでしょ？リアさん。で、で、その後リトバス、リトルバスターズが リダさんでしょ？それで、ガルデモになってく、エンジェルビーツでリサチーですよね。ってことでね。まあ、大体このパターンでいくとね、当たるぞって言われてはいたんですけど、リサチーに至ってはね、まさかのね、ここまでね、本当に有名になるとはというね、ところです。ちなみに、東京といえば、あれですかね、私も、祖父の実家がね、関市だったりとかね、もう本当に、だいぶそれましたね。だいぶそれましたね。今回の記事はこっちね、こっちね。そうそうそう。そんな、本当に太っ腹多いな、今日は。まあ、8本取りぐらいになってますもんね。結果的にそうなりますよ、ということで、到着でデビューしましたと。で、一時はザナクの愛人と噂されたが、1964年に、スイスの実業家、フィリップ・ウォールと結婚。実業家さんと、もうすごいな。で、1969年に史上最大の作戦のリバイバル上映の宣伝キャンペーンのため来日されてるんですね。へえ。それ以外では、日本から、石原裕次郎も出演した素晴らしき飛行機野郎や、ジャン・ギャバン、アランドロン、うん、ね、と、共演した、シシリアン、うんが有名と。1970年代半ばに演歌界から引退。すごいですね。スワッとあれなんですね。30代半ば、10年ちょっとなんだな。実質的な活動期間は。の間に、まあ、結構、いろんな作品、もう映画でね、これだけ残されるとすごいですよね。ということで、ね、主な作品というふうに載ってます。いろんな、多分ね、今ね、探せばね、また出てきますからね、場所としては、セーヌ・エ・マル、マルヌ、セーヌ・エ・マルヌ。で、仕事地は、インディアナポリスなんですね。インディアナポリスはアメリカの、インディアナ州にある、インディ500が開催されるね、インディアナポリスっていうさ、スピードウェイっていうところが有名ですけどね、オーバルコースでね、延々300キロ以上でね、突っ切り、まくりまくるというね、すごい、コースがあるんですけどね、あそこで有名ですよね。そうそうそう。なお、インディアポリスです。そうなんですね。どこら辺に青年は、あ、真ん中上くらい、パリがこの辺りよね、確か。うん、シャンパーン、あ、シャンパーン地方ね。あ、そうか、そうか、そうそうそう。ね、ね、ワインの美味しいところで、フランスとかもワイン美味しいですけどね。そうなんですね。ということでね、まあ、このようなね、ぜひね、この作品もですね、またこのね、いろんなね、作品とかにもね、興味のある方はね、多分いろいろとね、最近は古い、クラシックなね、動画とかもね、結構、コンテンツとしてね、
配信されてるところも多いですからね、ぜひね見ていただいたらいいんじゃないかななんて思います。なんかリンクも貼ってありますもんね、こういうところにちゃんとねインターネットムービーデータベースみたいなね、ところで入ってたりしますが、こういうところから見るといけるんじゃないかな、どうかな、ということで、いろんなね作品とかね出てきますからね、まあこれ以上はね、ウィキペディア以外のところになってきますからね、ぜひねウィキペディアからまたちょっとねアクセスいただいて、見ていただきたいなと思います。ということでね、まあこれぐらいでね、この動画ね示させていただこうかなと思います。まあ今日もねまだね新しい知識がね身につきましたからね、これでということで、まあこれぐらいでね締めたいと思いますよということですね。どうもご視聴ありがとうございました。